なんと鳩です。鳩。おいおいおい。おいおい。この鳩がですね、実は近所のドラ猫に襲われて、もう死にかけてたんですよ。もう息も絶え絶えで、でまあ。町の獣医さんに店に行ったんだけど、これは無理ですねって言われてサジ投げられたんですけど、まあ、かわいそうだから何とかしてねと思って、まあ、手厚い看病して毛も抜けてたんですよ、首のね。で羽の毛も切れて、で足も折れてたんですけど、半年ぐらい看病したらこんな風にね毛もちゃんと生えて、ただ足はねやっぱ折れてたんでちゃんと接合できなくて、羽はね半分ぐらいもうなくなってたんですよ。もう骨が見えてて、でもかわいそうじゃないですか、ほっとくわけにもいかないと。そしたらね、まあ、ここまで成長したって治ってくれたんです。あとは自然に返したいんだけどね、飛んでいかないんですよ、飛べるくせに。おい、お前飛べるだろ本当は、怖い。というわけでね、もう可愛くなっちゃって、定期的にこうやって庭でね飛んでいけよみたいなことするんだけど、もう全然飛んでいかないと。ククーじゃないんでね、お前さ、うち猫いるからねと大思いでしょ。うちの猫は鳩が好きでね、まあ猫一匹飼いですから、友達がいないもんだからこいつと仲いいんですよ。でこいつも猫恐れないしね、うちの猫はね、まあ、トラウマがあるみたいで最初猫怖がってましたけど、うちの猫はね一切大丈夫。ほいほい。で、まあ、名前つけようと思ってね、クーって、クーと言う、クー、ういうい、飛んでいけ。お前さ、帰っていかなきゃ。俺別に鳩飼う趣味ないんで、でも何ヶ月、半年ぐらい、半年は大げさか、 3ヶ月4ヶ月目ぐらいになりますか、襲われて見つけて。俺最初さ、息してないからもう死骸だと思ってたんですよ。そのくらいひどかったんだけど、やっぱ鳩も分かるんですかね。ほい。まあ、うちドラ猫も近くにいますんで、まあ、庭でこうやってね出してる時には必ず、まあ、家の誰かはついて、それこそこの状態で飛んでいってくれりゃ一番いいんですけど、飛んでがないんですよね。ふ、まあ、しばらくちょっと今日も日向ぼっこするかな。これ喜んでんのかね、怒ってんのか分かんないんですけど、よく喉を膨らましてねクククク言うんですよ。鳩に詳しい方ね、ぜひコメントいただきたい。で、まあ俺もそのいろいろ調べたんですよ。だから、ね、トウモロコシだの米だの、まあいろんな、あと市販で売ってる鳩の餌だの買ってきて与えるんですけど、なんか石ころ、ちっちゃなね石もね胃の中に入れて消化の時になんか役立てるっていうのを聞いたんで、やっぱり庭にこうやって出してね、ご自身で、それらはついばんでいただくとね。まああと1時間ぐらい外で遊ぶかね。いつもこうやってね、もう今日は飛んでいってくれるんじゃないかなと思うと、飽きた頃にトコトコトコって俺の後ついてきて、ね、もう家に帰りますよ。もうしょうがない、もう家の人間もね、最初も鳩なんか汚いから無理だぜって言ってたんですけど、そのうち可愛くなってね、鳩用の大きな、ね、小屋を作ってやってる状況です。まあ、ただ飼う気はないので、早く飛んで行ってもらいたいと。おいおいおい、何かってクク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 ク。まあこうやって手で遊んでやると喜んでるのかどうか分かんないですよ。確実に威嚇してますよ。ほいほい。まあ飛んでいく気はどうも情けですね。というわけでビビでした。